こんにちは。CSF セカンドジェネレーションカオルです。こんにちは。はい、こんにちは。根本さんの、はい、フォアモースト30周年イベント、ウィズステイゴールですね。で、まあ私の、ゴーさんのモデルも、発売させていただくということで、今回は、まあもっとより詳しくゴーさん、今回のイベントでゴーさんを、知っていただきたいなと思って、まあ、自分で作った作品なんで、自分でちょっとゴーさんの説明をしたいなと思いまして、それはこの間の小中さんの説明では足りんかったっていう話でいや、あのね、いや違うんですよ、あの違うんですよっていうわけじゃないんですけど、いや、この間の、YouTube ありましたよね、はい、あれなんか見てて、でもあのやっぱり自分の口から、M5 さんとはどんなもんやということをちょっと説明したいなと思いまして、はい、はい、ぜひあのちょっと説明させていただきます。まず406 XXX M53 のジャケットになります。はい、まあこれ、特徴的なのは、ボタン裏が、まずはファーストですね。私が作る唯一のファーストモデルになります。はい、で、ボタン裏スープロング、はい、で片面ピス、はい、でこちら裏のスライドバックルになってます。で、まあ、ピッチなんかはもうすごくもう細かくて、すごい繊細なイメージ、すごい、まあ、この間小中さんも、言ってましたけれども、この綺麗なステッチワークで、仕上げております。はい、でこれがまあまあ M5 さんのジャケット、はいはい、これに対してそれの下ということ、下ってパンツということで、はい、こちらも、もちろんスープロング、ボタン裏スープロングですね。で片面ピス、はい、で、まあ、細かいステッチワークで、はい、で、シルエットは、マスターパターン、この膝下ズドンっていうシルエットで仕上げております。こんな感じなんですけど、まあまあ、基本的にはこういう形になってます。で、今回その根本さんの、ステイゴールドのイベント30周年ということで、根本さんに指示いただいて、生地は対戦生地、CSF オリジナル対戦生地にヨークの部分ですね、レインボーステッチ、ゴールドとカッパーの、コンビネーションステッチですねになってます。でこれは、ジャケットでもポケットフラップの部分に、その指示をいただきましたので、それで仕上げさせていただいております。これだけでは、まあ私が作ってますけど、根本さん指示の郷さんっていう形になるので、うんうん、ここに私のちょっとスパイスも表現も入れたいなと思いまして、はい、今回、まあ、やっぱり根本さんといえば対戦っていうイメージっていうところで、やっぱまあ対戦記事を使わせてもらってるっていうところもありますので、ちょっと対戦の要素を入れたいなということで、はい、まず、はい、パンツなんですけど、郷さんのパンツ、まあ、本来ではありえないちょっとロマンのお話っていう形にはなるんですけれども、この帯裏ステッチ、はい、タイガーステッチって勝手に私が言ってます、はい、下糸黒を使いまして、ホワイトは黄色なんですよ、うん、下糸黒のステッチで仕上げてます。なるほど、はい、あとこの腰落としステッチですね、このサイドの、はい、こちらの腰落としステッチも一方がシングルで塗って、はい、逆側はチェーンステッチ、これミシン変わってます。はい、はい、で、あともう一つ、うん、ベルトループに、これはもう、いろいろなんですけど、対戦生地でベルトループをつけてるのと、中にはジョーカーデニムですねを、ベルトループにしてつけてるものがあります。まあ、これもいろいろなので、まあ、お客様に、見て、あ、ちょっと違うなとか選んでいただけるか、もしくはモネモさんが君これじゃないっていう、いつものパターンで、はい、そういう感じになるかなと思います。
なんかまあそういうところでちょっとあの違いで、まあこれもエイジングしてきたら変わってきたりとか、いろいろあるので、そういうところで楽しんでいただけるんじゃないかなというスペシャル。え、もう絶対こんなんしませんよ。この30周年、根本さんの30周年以外でこんなことはしないです。でもやっぱり根本さんもね、毎日こうインスタ上がってくる中で、もうデッド、デッド、デッド。いやもう30周年にかけてはる思いが、いやすごいなというふうに私も感じますので、まあ、そのところで私も何か、あの自分の表現できる楽しいことができたらいいなっていうことで、ちょっと今回異例のスペシャルモデルっていう形で M5 さんを作らせていただいてます。はい、で今回ジャケットの方ですね。これもまあ本当にさっきパンツ同様、なんですけれども対戦生地でさせていただいているので、この帯裏のステッチはタイガーステッチ、はい、もう買って読んでますはい、下糸黒で仕上げてます。ベルトループ、さっきのパンツのベルトループと同じようにバックルバック、スライドバックルバックなんですけど、これを片方対戦、片方ジョーカーデニムで仕上げてます。ちょっとよく見てもらったら前ちょっと違うね、色合いが違うので、いやもうここもスペシャルなんじゃない、もうめっちゃなんかこのちょっとの色の違いとかで、いやめっちゃかっこいいなって自分でも思ってるんですよ。もうなんかええやんってええやんいやめっちゃもういいなと思ってます。でこれ一番私が皆さんにほんまにお伝えしたい、お伝えしたいことなんですけど、ちょっと待って、これどこやったかな、これ見てもらったらわかるかな、ボタン見てください。ひろしくん、なんかわかる、わかる、わかる、わかるし、前から知ってた、あ、知ってた、ほんまに、なんや、私これちょっとみんなに秘密してたんですけど、知ってた、知ってた、あ、ほんまに、そうなんですよ。これボタン、5つボタンなんですけど、このフロントのボタンの1つが月桂樹のドーナツボタンになってます。これもやっぱね、大切にしているってことで、ちょっと組み込みたいなと思ってしてます。はい、でこれまあいろいろサイズ、ジャケット36から50までのサイズラインナップあるんですけども、はい、全部いろんなところに月桂樹のドーナツボタンついてます。うん、なのでそうなんです、はい、一バラバラなので、これも選んでいただける、もうどこにボタンがついてるかなっていうのを楽しんで選んでいただける要素になってるかなって思ってます。はい、これだけでは終わりません、はい、まだある、まだある、まだある。これ袖にも月桂樹のドーナツボタン、これでも片方だけです、うん、一方は普通の刻印ボタン、うん、でもう一方は、月桂樹の、ボタン使わせてもらってます。でこれを、左手の方に、手首の方のボタンにしてます。うん、なんでわかる、なんで、いや分からへん、これね、皆さんやっぱね、根本さんのところで根本さん仕様で買っていただくということで、やっぱ熱したしますよね、皆さん、うん、熱した、うん、みんなするね、皆さんしますよね、うん、でまあまあちょっと雑ですけど、こう熱さした時にやっぱこういうのインスタとかであげたいですよね、うん、まあ大体ほとんど、ごめんなさいね、左利きの人はもう申し訳ない、ほとんど右利きだと思います、皆さん、あ、なるほどね、こうやって写真撮ってもらえるようにこっちの腕、なるほどね、月桂樹にしてます、うん、っていう楽しみもちょっと今回入れてみました。はい、でこれ前にちょっとちらっと根本さんもおっしゃったんですけど、まあコンビネーションステッチとかレインボーステッチにするんだったら、ちょっとごめんなさい、細かい、ここイエローでここカッパーとかかっこいいよねって前言わはったことがあるんですよ。それもまあ全部がそうではないんですけど、それも一部混じってます。なるほど、はい、なので今回本当にまあ根本さんがご指示いただい、根本さんに、ね、ご指示いただいたのと、やっぱりそれに対してなんか私もすごく楽しいことがしたいなということで、めちゃくちゃスペシャルなロマンあるジャケットとパンツ M53 になってます。なるほど、はい、っていうのをちょっとね、自分の口から多分尺では多分この話はできなかったと思うんで、はい、新たにちょっとそれをお伝えしたいなと思って、はい、じゃあ、まあ、この郷さんは、うん、まあ、いろんなこう
ロマンが入った、うん、まあ本来はありえないけれども、うん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 、まあ今回の30周年の仕様として、うん、まあカラさんが特別に作ったモデルということですね。そういうことです、はい、でも可能性で、まあ、ゼロではないというところを信じたいというところで、はい、作ってみました。はい、まあ本当にね、いろいろと今回も私今までこんなこともしたことなかったんですよ。なんでしょう、よく小中さんにも真面目でおもんない言われる私なんで、はい、なんですけど、でも今回本当にそのやっぱりね、ネモさんのもうその30周年にかける熱量というのがすごいなっていうのをすごい自分自身も伝わって、でそれに対して私も何かしたいなっていうところで、今回すごいなんかスペシャルで面白いことを、作品に投影させてもらったっていう形になるんですけれども、はい、ぜひ、ただの M53 じゃないよっていうところを皆さんにお伝えしたくて、今回お話しさせてもらったんですけれども、まあ本当に、まあ、私含めもちろん小中さんもそうですし、サードのマリちゃん、アミちゃんもしっかりその30周年に向けて作品作りっていうのを、させてもらって、当日はすごいことになるんじゃないかなっていうふうに思ってます、はいはい、で、当日もライブ放送しますし、そこでもやっぱね、皆さんと一緒にその30周年を盛り上げたいなっていうふうにも思ってますので、当日のライブ放送も、面白いこと考えてます。ひろし君もね、はい、言うていいんこれ、いい、いい、全然 M53 の、まあ、後ろにね、はい、刺繍っていう形でね、言うときます。俺めちゃめちゃスペシャル作るもう絶対に買わない、絶対に損するなっていう、もう根本さんにも許可取ってるんで、これ作るんで、ちょっとサイズを組む方は、この枠はベッド開けといてください、はい、そうですね、はい、M53 パン、ジャケットもパンツもスペシャルになってますんで、いやもう私もこれ本当に自信あります、はい、皆さん楽しんでいただける自信があるので、はい、ぜひイベント、はい、30周年イベントお楽しみに、はい、なさってください、はい、以上です、ありがとうございます。